はようございます。釣りこう TV です。本日ご紹介する釣り道具はこちらね、ジーニアスプロジェクトのシリコンチューブっていうことで、シリコンのチューブ結構使う人も多いんじゃないかなと思うんですけども、例えばネコリグの握れ防止、例えばロングワームのぶっ飛んでね、ワームだけぶっ飛んでいっちゃって針だけ残る、そういったことを軽減するためにね使うシリコンチューブ、これがねジーニアスプロジェクトから新しく出るよっていうことで、ご紹介です。で、有名なところで言うとこれですよね。オレンジ色のパッケージが印象的な、結構いっぱい持ってるんですけども、G7 から出ていたですね、シリコンチューブがあって、でこれはね結構ほんとネコリグとか使う時に必見のグッズっていうことでね、こんなねいっぱい持っているわけなんですけども、これね結構一度使ってね慣れちゃうとね、ないと不安になっちゃうんですよね。で実際ね結構ワームなんかもねすっ飛んでいっちゃったりっていうことで、それとこれですよね、このシリコンチューブをセッティングするためのこの器具ね、これとこうセットでね常にね持ち歩いているわけなんですが、実は残念ながらこちらの G7 っていうブランドが消滅してしまったんですよね。もうないよっていうことで、だから、これね買ってる人とかいたら、今店頭に並んでいる分とか、在庫がなくなったら残念ながら廃盤ということになってしまう。っていうか廃盤になったら困っちゃうよねっていうのがあったんですけども、そんでちょっとねお気に入りの番手とかは買い足したりしていたんですけども、先日ジーニアスプロジェクトの青木プロとお会いした時ですね、いやいやいや実はこういう感じでシリコンチューブね、これなくなったら困っちゃうだろうっていうことでスタンバイしてますよっていうことでね、もう間もなく発売開始っていうことで伺ってるんですけども、そんでもってちょっとしたね変更点なんかもあるよなんていうことで、そこら辺で聞いてきたですねポイントをですねちょっと改めてご紹介していきたいと思います。まずはですね、こちら従来のね G7 のシリコンチューブっていうとこんな感じでカットされていて、さらにねもうカットしたりとかいろいろですね使えるんじゃないかなっていうとこなんですけども、じゃあ同じ例えば6番の番手ね、このサイズ 6mm ね開けていきたいと思います。はい、一本物なんですね。こういう感じで全部ね切られていない状態で入っているというところですね。これによって自分の使うすごい小さいワームとか、あとはちょっと大きめにこのパイプ使いたいなっていう、そういう時にですねハサミを使って自分の使いたいように、もしくはこういうバージョンが従来のバージョンが良かったらお家でね一回切って、俺はこのミリ数でしか使わないんだなんていう人は自分のね使い入れのある、ね、長さにカットして、それでもってこの中に入れて持ち歩けばいいんじゃないかなと思うんですけども、ただこの状態で売っているっていうのには意味があるということで伺ってきましたので、例えば聞いてきたのが、これをですねちょっとね従来のやつなんかより長めにカットする、こういう感じで、これをですねこの専用の、ね、やつにつけて、で開くで、今日ね手元にあったのがカルフォルニアロールね、これでセットしていくわけですよね。こういう感じでここら辺かなみたいな感じで、この器具を外すとねちょっと普段より長めですっていうことで、それで針を装着していきますってところで、ちょっとねこれ番手はカリフォルニアロールにしたら小さいですけど5番ね。これで青木プロに聞いたのが、ちょっとここ下が薄めにセットする、これが肝だって言ってましたね。カリフォルニアロールなんかでいくと長めにカットして、なおかつ下めにセットすることによって、でこの上の部分がちょっと長いですね。ここがしならないことによってガード力がね高まるね。この上目とかにやるとこのくにゃーんって曲がってしまうことによって針が露出してちょっとした枝とか、拾いやすい、そんなところを、まあ、この下目にこうやってセットすることによって、そんでもってガード力がね高まる。このセッティングを教えてもらって、実際ね霞ヶ浦で巾着とかね、そういったこう結構下にガビガビした小田が入っているところとかを攻めてみたところ、まあねあんまり本当根がからないね。借りたやつとかは一回も根がからなかったかなーって。まあもちろんね入れるところによってガード付きを使ったりとか、それとか最近流行りのですねオフセットさせるこういう感じの針とかで、もうそもそも針先を隠してカバーに入れ込むんだなんていうセッティングもあるかと思うんですけども、まあ、ちょっとしたオープンウォーターとかでどちらかっていうと針はピンシャンの針先を出しておいて、それでちょっとした繊細なバイトとかもしっかり取るんだ、そんな時にこの少し長めチューブセッティングね、これを利用するっていうね、それによって使っているよ。そんなね自分なりのチューニングで使いやすいように、こう1本のねこの長さでこの中に入ってるよってことで伺っております。それとね聞いたのが、若干透明度なんかも上がってるよなんて聞いたら、これ従来のやつですけども、分かりづらいかな、光の加減によってなんですけども、こっちにね針がついてる方に新しく出るシリコンチューブがついていて、でこの上側のところが従来売っていたですね G7 の、シリコンチューブっていうことで、あこうやって見るとちょっと分かりやすいですかね。透明度がだいぶアップしてますよなんていう風に聞きましたね。こうやって並べてみるとね、あとね自分で使っていてもね、あれどこにシリコンチューブあんだろうってね見えないなぁなんて思ってたんですけども、新しくするところで変更点としては透明度をですね、従来のモデルより上げているので、より違和感なくですねこうチューブがセッティングできるよ、ね、あ確かにこう見てみると透明度の感じはだいぶ変わってますね。あとポイントとしては、このチューブですねシリコンでこう縦とか横とかね、そういったね繊維的なものがないようなもので作っているので、まあ、どの方向からどう刺しても非常に持ちがいいチューブね。なんか裂けるチーズみたいにならないよみたいな風には聞いておりますっていうわけでですね、まあ、こんな感じのチューブがもう間もなく釣り具屋さんに並ぶよっていうことで、でこっちはねもうちょっと廃盤になってしまうそうなので、やっぱり従来のねやつね使い慣れてるからっていう方がいたら、もうちょっとね釣り具屋さんとかで自分のよく使う番手とかねガツッと、買っておいた方がいいんじゃないかな。で、全くなくなっちゃうっていうことではなくて、まあ、こういう感じでちょっとねメーカーとかブランドは変わるんですけども、ジーニアスプロジェクトからこの黒いパッケージでね、でこう一本物になってるよっていうことで、あと透明度がさらにパワーアップしてるよっていうね、そういったシリコンチューブが、出てきますので、まあねこれはね実はねこの前青木プロのプラクティスに行った時に、いや実はねこんなものね今作っていて、もう間もなく10月ぐらいにうまくいけば店頭に並ぶかななんていうふうにおっしゃっていて、ちょっと釣り子さん試しにこれ使ってみてよなんてねお預かりしてきたものなんですけども、まあいろいろね太さもちょっとお預かりすることができたので、秋口の猫リグシーズンも間もなくね突入するかと思いますので、引き続きですね、こんな感じでまっすぐ系のワームですね駆使しながら、このせっかく教わったですねちょっと長めセッティング、これのね有用性なんかも試していきたいななんていう風に考えております。何にしろねこの前その青木プロのプラクティスに遊びに行かせていただいた時にほんとねちょっと渋めの霞ヶ浦で言われた通り言われたタックルで、やったところですねブリブリの40ぐらいのがね、釣れてくれたり、改めてやっぱ猫リグってのはちょっとちゃんと一個覚えなきゃいけない釣りなのかな、冬場なんかにも有効だよなんてのね、いろんな人に聞いておりますので、何にしろ小森プロなんかこのねカリフォルニアロールの猫リグとかを駆使して、大会なんかでもね好成績を残してる試合なんかがあるっていうことで、ちょっとねいつもギル系のワームばっか投げてるんですけども、こういったね猫リグとかそういったのもねワームはねいろいろ買ってますんで、引き続き試していきたいと思います。そんでもってねこれねせっかくお預かりすることができたんでいろいろな、タイミングで試していこうと思います。というわけで本日の釣り子 TV はこちらですね、ジーニアスプロジェクトからもう間もなく登場の新しくなったですねシリコンチューブ、これのご紹介でした。はい、釣り子 TV でした。